まあ名前の秘密っていうふうになってますけど、名前の秘密ってのは何かというと、実は今日のタイトル絶対面白くなさそうなところを入れてるわけですよ。ここは人気がないところです。なぜかというと、第2代水勢天皇から第9代影下天皇までは絶対みんな興味がない。なぜか、資料が少ないからです。ということで、ここは政党竹内文書でやらせていただきます。なんでかってことなんですよ。なぜかってことなんですよ。まず時代的にこの時代は一体何なのかということになります。で、この時代一体どうなったのかということなんですが、神武天皇はいなかったという説を挙げる人もいます。例えば聖徳太子はいなかったという説もあります。でもそしたら僕たちもいないじゃないですか。どうせ僕たち多かれ少なかれ神武天皇の血引いてますよ。絶対に絶対に引いてますよ。源氏か平氏か立花か全部引いてますよ。お母さん方とかも含めて俺ら全員神武天皇の子孫なんですから、まず引いてるということです。それはもし海外の人だとしても、雨の水垢主の御事の血は引いてるわけですよ。宇宙神ですから。ですから、まあ日本人が特別というわけじゃなく、世界中の人が一応神の子という観点に立って、大きなコスモゾーンを考えて見ていった方がいいと思います。僕は日本中心の人なんですけどね、ですが、まあ、基本的にはみんな天皇家の子孫です。日本人というのはだって絶対入るもん。日本人が絶対中国って人はいないと思いますよ、永遠に。まず結成第2代は水勢天皇です。まあ神武水勢安寧徳っていうふうに唱えて暗記するわけですが、あ、ちなみにこれ暗記法はもう以前言ったと思いますが、神武水勢安寧徳高昌高安高齢っていう感じで、8代ずつ覚えていけば大丈夫です。8代ずつ覚えていったら全部暗記できます。でその方がいいんです。まあ受験においては特に受験はもうされてるんですか。あ、じゃあ大丈夫ですね。やらなくていいですけど、受験においてはまあ8代ずつ暗記した方が得なんです。要するに全ての年代を暗記するのは無理なんです。で年代の問題は僕は予備校ではよゼミでは捨てろと言ってます。たかが2点だって、それらに英単語覚えろよって言います。そっちの方が点数になるから。でもまあ覚えといた方がいいでしょうね。日本人で水勢天皇を言える人ってほとんどいないと思いますよ。第2代天皇言えませんよ。これアメリカで言うと第3代大統領のジェファーソンを言えないと一緒ですよね独立宣言のそれぐらいのことですから。でかなり内容は多いんです、この水勢天皇については。実は記述はなんでかというと、長男の竹清の御事っていう人が独裁をしてたんです。神武の後独裁権を持ってたんです。でも独裁権を持ってた理由っていうのは、神武の元の奥さん、最初の奥さんのだったからです。この人九州に住んでたんです。阿比良姫っていうんですけどね、阿比良姫っていう九州に住んでた人が奥さんなんです。でこの阿比良姫との間にできた狐の御事、竹清の御事が神武の長男だったんで、神武はその後別の方と結婚されたんです。だけど長男だから執政は、執政というのは今でいうと内閣総理大臣あたりますが、それを息子に託して、で神武は死んでしまいました。神武は死んだのは、まあ何歳かはちょうど神武の年齢を半分に割ってくださいね、年齢が半分に分かる、つまり春秋歴で割ってください。その時に困ったんです。困ったのは何でかっていうと、この狐の御事はぶっちゃけ言いましょう、竹氏の子供です。本当は公孫としてますよね。
でもこれ実はたけしの息子なんです。だけどたけし耳は殺されるんです。反朝敵として殺されるんで、そこでたけしの息子っていう風になれないんで、神武の息子に系図をつなげたんです。なんでかというと、この木住の御事というのはですね、水星天皇とカムヤイの耳の御事と仲が良かったんです。実はだから助けるためにはたけしの子供にしたら子供、まあ殺されますから、だから神武の子供ってことにしたんです、強引に。実はこれ年下です、後ろの二人より。ケースではお兄さんになってますが年下です。